はい、どうも、こんにちは、フル。先日アップしたね、フォネティックコードの話の続きです。NATO 式フォネティックコード以外は使っちゃダメなのかっていう話なんですけど、総務省令無線運用規則ね、これ URL 貼ってありますけど、ここに書いてあるんですけど、これの第14条ね、3、海上移動業務または航空移動業務の無線電話通信において、固有の名称、略符号、数字、綴りの複雑な語字等を一字ずつ区切って送信する場合、及び航空移動業務の航空交通管制に関する無線電話通信において、数字を送信する場合は、別表第5号に定める通話表を使用しなければならないってことね。この別表第5号が、前回もお知らせしたあの NATO フォネティックって言われるんですよ。NATO フォネティックコード。アルファ、ブラボー、チャーリーですね。他にもね、オーブン通話表ってのはいろいろあるんですよ。で、業界によっても違うし、例えば、旅行業界とかね、保険業界とか全然違うの使ってるんだけど、まあ、それはいいんですよ。で、アマチュア無線の通信はどうだっていう話の前段で、まずは、海上移動業務と航空移動業務は使用しなければならないなんて、これ決まってるんですよね。海上移動業務と航空移動業務を使用しなければならないですと。じゃあアマチュア無線業務はどうなのっていうことなんですけど、海上航空移動業務以外はっていう項目があって、これ第14条の4項なんですけど、海上移動業務及び航空移動業務以外の業務の無線電話通信においても誤字を一字ずつ区切って送信する場合は、なるべく全項の通話表を使用するものとするということでね、なるべく使用するって書いてあるんですよ。で、なるべくってどういう意味ですかって話でね、これ日本語がネイティブでない方もいらっしゃると思うんで、ちゃんと調べました。なるべくというのはどういう意味ですかということでね、ウェブ利用事象っていうのを調べましたらね、できるだけ、なるだけと書いてありますね。できるだけなんですよ。で、なるべくっていうのは、まあまあ縛りあるってことですね。まあまあ、だから結構、だから、できないときだけ別のことしていいっていう意味ですよね。どうしても NATO フォネティックコードが使えない場合は他の通話表を使ってもいいよっていうことだと思います。で、これまとめますと、 NATO フォネティックコードが使えるときはそれを使用すると。で、どうしても使用できないときは他のことを使ってもいいですよってことじゃないですかね。で、NATO フォネティックコード以外を使っても違法じゃないですよっていう人はね、ちょっといたんですけど、なるべくっていうことなんで、使えたら NATO フォネティックコードでいいと思うんですけど、NATO フォネティックコードを使用できない状況ってどんなんなんですかね。それ、例えば DX で QSB が深くてとか、ノイズが多くてとかで、どうしてもケベックが通らないとかね、あるいはその単語がね、パパとか別の言葉にコピーされているというときは、これ NATO フォネティックコードが使えないっていうことなんですよね。で、これ使用できないときなんで別の符号表、例えばクイーンとかね、ピーターとかね、東京とか使ってもいいんだ。こういう場合使ってもいいと思うんですよ。それは東京も全然否定しないし、東京も使いますからね。でも NATO フォネティックが通るんであれば、それ使いましょうと。なるべくってそういうことだと思うんですよね。ただ東京はね、フォネティックコード警察ではないので、他局の人がね、NATO 式使ってなかったらね、おい、NATO 使えよとか言わないです。それは別に自由だと思うんですよ。それでもね、俺さんフォネティックコードをね、勝手に使ってる人は、初心者にはね、目をかけてると思うんですよ。前回の動画のお便りの人ね、お便りの人は始めたばっかりで、本当、ジャパンフロリダ5でもちょっと混乱するわけですよ。で、それ聞いたことないってなっちゃうんですけど、ね、皆さんもそういう時代あったかもしれないし、いきなりもうバリバリ、もういろんなフォネティックコードを柔軟に吸収できる人もいたかもしれないんですけど、わかんない人もいるっていうことを理解してほしいです。あなたはわかるっていうのはいいんです、別に。わかんない人もいるんですよ。それ厳然として今事実としているんで、わかんなくて困っちゃう人がいると。で、そういう人いずれ慣れるとは思うんですけど、でも最初わかんないと応答できないから更新できないじゃないですか。するとやっぱり更新の機会をね、逃してると思うんですよね。で、当局はちなみに俺様フォネティックコードの人には応答しないので、おそらく俺様フォネティックの人は当局で更新したことないと思うんですけど、それは当局が応答してないからですね。で、伝わればええんちゃうのって話はあって、いや、そうなんですけど、伝わってないって話ね。そもそもね。だから、NATO フォネティックコード以外を使うことによって、初心者の人に伝わってないから更新ができないし、初心者の人が困ってるって話で、伝わってないんですよ。
だからでしかもそのさっき言ったようになるべく使うって書いてあるんで、なるべくの場合じゃないんで、できるだけってことですから、 できるんだったら NATO コネティックコード使えばいいじゃんって話にやっぱ戻っちゃうんで、伝わってないんですよね。で困ってる人がいるっていうことが多分理解されてないと思うんですよ。いやそのなんでって、ね、フランスでわかるでしょって言うと、いや、わかんない人もいるんですよ。で、東京みたいにロバートとロンドンがどっちかどっちかわかんないとかね。ザンチバルとかね。サンチャゴって何とか思ってる人いると思うんですよ。ね。で、いるんですよ。で、それは東京のところに声が寄せられとるんですよ。あの、X とかね。なんか、元 Twitter で怒られてるんで、なるべくって言葉の意味をね、やっぱり今一度皆さんとね、共有したいとか、まあ、ここでお伝えします。で、省令で決まってるもんなんで、省令ですから、これ総務省令ですからね。で、好き嫌い、あの、NATO 式嫌いだから、俺様、フォネティック使ってるんだっていう人は別にいいんですけど、あの、省令で決まってるっていうことは、これ、まあ、言うたら法律ですよね。だからそれは従うべきかなと思うんですけどね。ただね、どう運用するかっていうのは、東京は知らないことなんで、あの、皆さんのうちのね、いや、俺はもうずっと俺様フォネティックだから、これからもね、東京ヘンリーだと。ね、オーシャン東京ヘンリーだって別にいいと思うんですよ。あの東京は感知しないんで。ただ変なフォネティックコードを使われてあたふたするビギナーさんが気の毒なんですよね。もうね嬉しいわけですよ。4級取ってねアマチュア出れると。で430ねちょっと聞いてみようと思ったらね、まあねジャパンロバートないんですよ。ん？ってまずなるわけですよ。でオーシャン東京ヘンリーとかね、あとキロワットとかね、ワットは何 KW なのみたいなね、ワットどっから来たのとかいう声は絶対あると思うんですよね。てかあるんですよ。でそれあるということをもうあのベテランのお嫁さんはね、もうそういう時代のことを忘れられてると思うんで、自分は最初からもうねジャパンロバート5でね、オーシャン東京ヘンリーでもできたと。だから俺できるんだからみんなできるだろうっていう方かもしんないんですけど、困ってる人厳然といるし、でそれはあの結構いるんですよね。その100人に1人とかではないと、もっと多くの人が、まあ、最初困ってた、あるいは今も困ってるということだと思うんですよね。あ、以上ですね。はい。まあ、あまり引っ張る話題でもないんですけど、ただ、その、まあ、東京に最初ね、あの問題提起のメッセージを寄せてくれた方はね、結構勇気を出してね、わからないと。ね。で、しかもジャパンがもうわかんない。ジャパンわかんないっていうのは、本当にわかんないわけですよ。だからジャパンわかるでしょってみんな思うかもしれないですけど、でも、その試験勉強で覚えた J はジュリエットなわけですよ。ジュリエイトでもないわけですよ。ジュリエイトって言ってますけど、なんでそこ8、8入ってくるのと思うんですけど、ジュリエットなんですよね。で、ジュリエット以外で言われると J が頭に出てこないと。それは慣れてないから、そういう人もいると思うんですけど、そこちょっとね、考えていただければなと。だから、みんなもっと優しくなれないかなと。優しくなったら、あ、そっかって。別にね、自分があの、ジャパン、フロリダ、ナインでいいんですけど、でも最初にジュリエット、フォークストロット、ナインって言ってから、ジャパン、フロリダ、ナイン、もう両方言えば、ほら、いいじゃないですか。その、言い換えとして使えるっていうのは、この、なるべくにね、あのうまくはまると思うんで、要するにその NATO フォネティックコードで伝わらないかもしれないから別の言い方も言っとくよっていうことで、これ、まあ、なるべくね NATO フォネティックコードを使ってますから、だからこれ全然ねこの省令にもねあの反しないと思うんですよね。なんかそういう優しさが欲しいなって、結局優しさの話ですね。通話更新の相手のことを考えれるかどうかって話になっちゃうと思うんですけど、結構ね前回の動画にねクソコメいただいてるんで全然意味のわからないね、なんかなんちゅうかな、なんか、お前本当に動画見たのかっていう人結構いるんで、で、伝わればいいでしょっていうのがあったんですけど、いや、伝わってないんだよと、最初ね、お便りの方はね、ジャパンがもうすでにね、混乱のもとだということだったんで、ちょっと皆さんもね、優しくなっていただけたら嬉しいなっていう話で、まあ、これ個人の感想なんでね、どう思うか勝手ですけど、当局のコメント欄は落書き帳じゃないんで、なんか全然話と関係ないこと書かないでくださいということで終わっときます。賛同してくれる方はね、高評価とチャンネル登録お願いします。では、ワッフル慣れてるんだ、バーガーバーガーっていう人はね、そのね、コメント欄に書いてください。以上です。